なんだ。なんか、ボコボコに殴られたように、全身が痛えぞ。空想の若さよ。ここは、どこだ？おい、子供のお前が一人で、俺を背負って銃にも走ったのか？いや、見かけによらず、空想の若は本当に力があるんだな。すごい、すごいぞ。いいんだ。俺がお前に危害を加えることはない。まだ信じてくれないか。おい、お前な。親が悪人なら、その子は全員悪人だと思ってるのか？お前みたいな子供がそんなこと聞いてどうするんだ。それに、俺の質問は一つなのに、お前が二つ質問するのは変だろ。秘密を抱えた男ってのが一番魅力的なんだよ。わかるか？いつか料理勝負で俺に勝ったら教えてやるよ。チッ。早く寝るぞ。ちゃんと回復してから不修山に向かおう。あそこの環境は過酷だ。お前のような子供にはきついからな。ほら、寝た寝た。